どうも教えてますさんでーす。はい、今日から、新シリーズになります。これまでですね、教えてますさん原理原則編と戦術編と、まあ、番外編もあったりしたんだけど、つい最近まで実践編っていうので、まあ、ちょっとしたプレイみたいなこともやってたんだけど、今回から新たなシーズンになります。おい、新たなシーズン、はい、ということで今回は第シーズン5で、シーズン5なんだけど、あの今回から質問編でございます。はい、でまあこういう状況もあるので、テレワーク的な感じでね、遠くからもつながりながらコンテンツをお届けしたいと思っています。まあ実はあの実践編とかね、そういうのをやってる裏側でいろいろなちょっとあの方から簡単なね、あの質問事項を実はちょっと集めてて、でそういったものを今回まとめてマスさんにいろいろね質問を投げかけていくというところで、まあ素朴な疑問からちょっとマニアックな疑問から、まあいろいろな幅の広いところで、フットサルの少年から保護者からちょっとしたコーチからっていう、ちょっといくつか質問集めてみたので、まあ、それを実際にマスさん教えてねみたいな感じのシリーズにしていきたいと思います。まあ、そんな中でへーっていうなんか面白いあの気づきでもあればね、またそこからあの今まで撮った原理原則編とか戦術編とか実践編とかにまたあの戻っていろいろ深めてもらえればいいかなっていうところ、ちょっとあのライトなあのコンテンツシリーズにしていきたいと思いますので、マスさんもよろしくお願いします。お願いします。はい、どんどんいろいろね質問をしていきたいと思いますので、いろいろ答えていただければと思います。はい、はい、じゃあそれでは、本日の早速質問いきたいと思います。はい、じゃあ本日の質問ですけど、はい、守備を上手くなるにはどうしたらいいですかっていう質問。うん、小学校ね、これは5年生のフットサル少年からの質問です。自分のマークしている相手が、ドリブルしながら自分に向かってきているとき、パスを出されないようにするとドリブルで抜かれるし、ドリブルで抜かれないようにするとパスを出されてワンツーとかで抜かれますと。だからどうやって守ったらいいですか、正解とかありますかっていう質問です。はい、じゃあ、はい、それでは行きましょう。教えてマッサーどうです。いやー難しいですね、これ状況が分かんないとっていうのもあるんですけど、前提としてはドリブルで抜かれるっていうのはどっちにしてもダメだと思います。はい、それ抜かれちゃダメで、そうなのでいろいろ状況はありますけども、パスをされる分にはまだ良くて、うんうん、だからドリブルをしっかり守るっていうのが優先だと思います。まあそれは前原理原則編とかでチラッと言ってたあれかな、あの前進させないとか、そういう保持させないとか、そういうのの、まあ、前進させないっていう意味でってことですかね。本当にもう状況によるんで、本当に何とも言えないですけども、うん、例えばカウンターアタックの2対1の守備だった場合に、うんうんうん、その状況でもし相手のドリブルしてる人にシュートがないのであれば、あ、はい、シュートパスラインを封じて、はいはいはい、1対1に持っていって、そのまま、まあ、ドリブルには一応ついていくっていう、まあ、外側に追いやっていくっていうのは、まあ、前進は許してるんですけど、シュートを打つ場所をよ悪くしてるというか、相手に対してね。はいはいはい。でももしその2対1の守備の時にもしシュートがあるような位置での状況であれば、もうパスラインを封じるっていうことはしちゃダメなんですよ。なんでかって言ったらシュートがあるからシュート守らないといけない。で、もしパスをされたんだったら、もうそれはフットサルのその状況で言ったらもうキーパーが出るっていう風になる状況だと思います。だからまあ今カウンターアタックの守備っていう風に限定していったんですけど、はい、まあいろんな別に普通の定位置っていうのは、その普通に数的同数の時でもそういう状況はあると思うんですね。じゃあもう単純にそのパス出されてもいいよとかドリブルで抜かれちゃダメだよって、そういうシンプルな話じゃなくて、本当に状況次第っていうのはもう本当に質問のだから状況次第だから、それをとにかく自分で判断してやりましょうってことなんですかね、そういう意味だと。まあとはいえ状況次第、その状況で何があの解決策として何があるのかなっていうのを提示するのが、まあ監督とかコーチの役割だと思うんで、まあ、状況次第では終わらせることはできないんですけど、まあでもさっき言った通り、まずドリブルで抜かれるっていうのは一番ダメです。パスされてもいいです。パスされてもいい、パスはされてもいい。でパスされた後に
まあ、さっき言ったワンツーで、やられそう、まあ、抜かれてしまいそうなんですっていうのであれば、そこのワン対ワンツーっていう守備のやり方を練習すれば、それはあのワンツーにはついていけるようになるんで、うんうん、大丈夫です。どっちにしてもドリブルで抜かれるっていうのは絶対ダメだと。あ、もうじゃあそこはもう確実なんですね。である意味だからここのこの質問でいくと、まあ、まずはドリブル抜かれないようにするけど、まあ、パスをさせないようにするとかシュートさせないとか、まあ、いろいろ、まあ、状況次第ではあるけど、特にはまずはドリブルは必ず防いでいこうっていうと、前進させない。そうですね。ドリブルで抜かれてしまうともう一人減ってしまうんで、もしパスされてもそのままマークついていけるんだったら数は減らない可能性はありますよね。はい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 、なので、はい、ということで、まあ、こんな感じでね、あのシンプルなあの質問で、あのどんどんあの進めていこうかなと思っています。はい、今日のところはねお時間になりましたので、これぐらいにしていこうかなと思っています。はい、はい、教えてますさんは、原理原則編とか、戦術編、あとつい最近までた実践編とか、いろいろとねアップしています。なので、まあ、それぞれの一覧をですね、下のね、再生リストの概要欄にも貼ってありますので、ぜひ活用してください。まあ、あとこういった教えてますさんの簡単なねシンプルなコンテンツ以外にも、例えばマッサンがやってるバルのフットサルの方にも、あのぜひね、あのマニアックなところでね参加したければ、ぜひそちらの方にも入ってフットサルを深めるっていうのも一つの手なので、ぜひよろしくお願いいたします。うん、はい、で教えてマッサンの方はね、チャンネル登録とかグッド、いいねボタンとかコメントもねよろしくお願いします。それでは、また会いましょう。アスタルエゴー。